1億5000万年前、地球神エローヒムが地上に降臨した奇跡の時代。我が名はヤイザエル。エローヒム様の妖精で参った。地球めちゃくちゃにしてやらない？宇宙空間から未知の生体エネルギーが近づいてきます。人類は地球滅亡の危機に直面していた。悪魔よ、立ち去れ。我が剣は正義の剣。悪には悪をぶつけるのだ。ひるむな。闇は決して許さない。光の神エローヒム様には一歩たりとも近づけさせない。こんなにたくさんの種族が共に生き団結しようとしている。私は何としてでもこの地球を守りたい。エローヒム、我らの願いを。この地球を滅ぼすことを地球神は断じて認めていない。エローヒム。宇宙の宝エローヒム編。我も我らも